はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。プロ野球12球団レジェンドたちの3年間特別企画第4弾、広島東洋カープ鈴木誠也選手、本日は第7話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、前回ですね、まあ、なんと言っても、2年生の夏の甲子園しっかりと優勝することができました。まあその前のね、1年生の時は決勝で負けてしまって苦い思い出があったんですけども、今回はねしっかりと優勝することができました。まあ、対戦相手がそんなに強くなかったというところはあるんですけども、まあ、鈴木誠也ね、1回戦で勝ち越しタイムリーで、2回戦ではホームラン2本と、なかなかね結構甲子園では打てない選手というふうに僕は言ってたんですけども、まあ、今回はねきっちり打ってくれて結果を出してくれたかなと思います。で、今回はですね、3年生の小野寺、段、安藤、島袋と広角打法3人衆がおったんですけども、まあ、その3年生が引退して、まあ、ピッチャーエースの平野もねビタビタの投球見せてくれたんですけど、その3年生が引退して、今回は、聖夜の世代で、新チームで秋の都大会、地区大会、そして神宮大会を目指していくというような流れにはなります。ちょっとね、前回の夏の都大会、前々回ですね、第5話で夏の都大会をお送りしてるんですけども、都大会のレベルがちょっと高すぎてかなりしんどかったんで、ちょっとねこの秋ね、気引き締めながら、まあ聖夜もいますし、で天才荻野で、そしてキャプテンシーの柴田がおるんで、まあ、ここはねしっかりと打線、強力打線を引き継いで頑張っていくとともに、でピッチャーはね2枚看板で大村、亜美野とおるんで、この2人を擁して頑張って勝っていけたらなと思いますんで、まずはしっかり神宮大会決めてね、春の甲子園も決めていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。この MK の休日映画ないんですね、本編にあったら2日に1回、ショートにあったらほぼ毎日配信しておりますんで、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日も元気になっていきましょう。お願いします。はい、というところで前回夏の、甲子園終わったところというところで、まあ、結構ねピッチャー陣が頑張ってくれました。まあ、2年生の大村、亜美野もしっかりなんですけども、まあ、最後はねしっかりと平野、3年生のエースが投げてくれたというような流れにはなります。で、鈴木誠也もねホームラン2本だけあったんですけども、まあ、しっかり打ってくれて、ホームラン通算9本で打点は40というような形で、かなりね能力値的にも上がってきたので、まあ、ここからね最上級生になって、秋の都大会から結果をしっかりね残していってほしいと思います。まずはねしっかりと、秋超えて、まあ、日本代表の方になるのかな、を選ばれていくと思うので、そこはねしっかりといい選手取れたらな、いい選手が MVP 取ってきてくれたら嬉しいかなとは思いますね。さあ、まずは日本代表で、まあ、多分高校の3人かな、あ、ピッチャーの平野か、で島袋、ちょっと待って、ダンが選ばれなかったね。ちょっと選ばれてほしかったんですけど、まあ、そこはしょうがないね、ちょっと優秀な選手多かったから、またそこはね日本代表の結果楽しみにしていきたいと思います。はい、18歳以下野球世界一を決める大会が終了したと。まずは2位ね、最近あんま優勝できないよね。平野が大会ベストナイン、袋が首位打者、今回 MVP はなし、珍しいね。絶対誰かは MVP 来るんですけど、はいはいはい、まあとりあえず都大会、マヒョワはいきなり、いいということで、まあ別にその辺はね全然いいんですけども、岸野が OKOK、 守備5上がる、それはいいですね。で、まずは最初に新チームになったんでレギュラーだけ言っていきたいと思います。1番はムード丸、意外性かく乱の、キャプテンシー柴田、もう間もなくオール A 乗ります。で、2番が天才の荻野、まあ、流し打ちさよなら男逆境丸と。で、3番がライトにパワーヒッター流し打ち威圧感持ちの聖夜、鈴木聖夜ですね。で、4番が、ムード×ついてるんですけども、まあムードの方あったらあげてもいいけどね、昼川、アベリジヒッター、パワーヒッター、プリヒッターと、かなりねロマン砲になってます。で、センターが竹下走れると。で、キャッチャーがキャッチャー B 持ってる悪球打ち、意外と率が高い5割4分こりの岸野で、サードが走れるチャンスにも強い守れるというところで後藤で、エースが大村で、ショートに守れる梶野を入れてます。なんで、
まあ、一応大村で言ってるんですけど、アミノもいますし、で熊谷もね転生でおるんで、この辺を出していけたらなとは思うんですけども、まあ、結構他にもね1年生が優秀な選手多いんで、どんどんね出していけたらなとは思うんですけども、まずはね一戦一戦頑張って勝てるようにやっていきましょう。はい、それでは早速ね1回戦目黒高校前評判 E なんですけども、その前にさっき言ってたムード丸の方が3つあるんで、とりあえずね昼川がムード×なんでここに使いましょう。ほんでなんかいいのないかなと思って見とったんですけど、まあ逆境丸とかがあるんで、それもちょっとねロマお前ロマンフォアホなんか、お前ロマンだけじゃダメダメ。参考書参考書、ヒルヒルヒル、あったあった、めちゃめちゃアホやんけ。これ参考書買わんといけんな。まあこれぐらいにしようか。あんまりもう5枚も上げる必要はないと思ってるんで、まあとりあえずはこれで、なんや逆境か、逆境でもいらんか。ハイボールヒッターあげようか。ハイボールヒッター、あーこれいいんじゃない、結構パワー系 で、あとは、まあ、まだなんかあるとしたら、まあ、満塁男か固め打ちか、アウトコースヒッターはな、どっちかというと逆方向に打つから、あえて対変化球に強いとかどう。あ、いいんじゃない、結構これでヒルちゃんパワー系、パワー系男子になったでしょ。いやこれでいいんじゃない。ほんでなんかヒルちゃんの容姿を変えたいと、ヒルちゃんヒルちゃんヒルちゃん、おった。でなんかなんかごつい系どう、なんかお任せで、なんかあんまいいやつおらんな。いやかっこいいな、ダメか、かっこいいな。サクセスでなんかごついやつおらんの。いやなんかおらんな、なんかいいやつおったんやけど、なんかかっこいいやつばっかりやもんね。あ、やっぱこれやね、ゆるちゃん、顔が一番いい。昔ね、何やったっけな、誰やったっけな、おったんよこの顔でやってたやつ。まあちょっとかぶっちゃうけど全然いいです。ほんで速攻ヒルちゃんおるというところで、ヒルちゃんを注目選手にして、で、ピッチャー大村亜美の両方絶好調なんで、いや結構両方とも2人ともいいでしょ。でこれでいきましょう。でまあ2年生1年生が結構試合出てたんで、まあ、ある程度点差ついてくるんでしたら、他のね控え選手を出していけたら一番いいんですけど、はい、柴田いきなりホームラン。ちょっと待って、1、2、3番がいきなり3人ヒットで2点取ったと。え、ヒルちゃん、いきなり、あ、惜しい、フェンチョク。いや、ヒルちゃんいきなりやるね。いや、これ1、2、3、4番がいきなり4人一気にヒット打つと。ほんで、せいやが出る、ファーボールで出た。で、ヒルちゃん。あー、ナイスバッティング。ヒルちゃんなんかめちゃんこ打つようになってるやん。そんないいバッターやったっけ。もう完璧よ。ただ後続がね点取れてないんですよね。下位打線別に悪くないんですけど、で大村意外とね、田中正義やん、すごっ。へえ、わ、結構強い。田中正義からさっきから打っとったの、すごいすごい。日ハムでね今抑えで頑張ってるもんね。あー、ナイス。なんでピッチャーやね、大村。そうなんや、伸びがあるんや。ほんで、いやもうこのね1、2、3番がやっぱ柴田、荻野、鈴木誠也、この3番1、2、3番で打ってくれたら、うちのチームはねもうかなり安泰。逆にこの3人が打たんかったとき、うちがかなり危なくなってしまう。1点返された。そしてヒルちゃん打てよ。対変化球にも強いからね。アレス今日3安打。
で、ここでチャンス後藤を。で、後藤は1年生の中で別格に強かったんですよ。なんで、多分ね、結果出してくれると思うんですよね。あー、これゲッツになるわ。やばい、いけるか。セーフ。オッケーオッケー、いいよ。で、大村で、ここはまずダイソーを、ダイソーじゃない、走らせる。で、ここで大村もいいです、代打で。ほんで、もう一人のロマホー片山、代打は片山。さあ、お祭り男、さあ打ってこいよ片山。ほんまはもともと片山が一番いいロマホーやったんちゃうかっていう話やったんですけど、いきなりヒルちゃんがアベレージヒッター、パワーヒッター持ってきたんで、あのロマホーの枠を取られてしまったんで、ここからね、あの逆転してください。で、ここにアミノが入ると、うん、いいですね、しっかりとアミノも抑えてくれると。だから変えやすいんですよね、結構ね、秋の県大会って都大会とかって一枚看板でずっと投げ続けないといけないんですけど、アミノ大村が2人と もう結構しっかり夏の甲子園とかで投げて実績があるんで、全然変えれる、調子次第で先発も変えれるし。さあ、黄色い声援を背中に。はい、せいや、これ行ったかな、惜しい、オッケー。いや、せいやがね、やっぱ新チームになってこう引っ張ってくれる存在になってほしいですよね。さあ、究極の、さあ、ヒルちゃん一発打ったらでかいけどね。打ちました、うわ、打つ、一発は打ってないけど、もう完璧なんよね。今日4打数4安打よ。お前やね、お前やね、お前が出てほしいね、一番俺的には。いや、結構ね、竹下ポイントなんよ一番。そうそうそう、お前が下位打線に入っていく5番とかのところでしっかり塁出ることによって、で、次岸野が追って、岸野はまあ遅れるとかそういうことできるんで、で、その後また走れる後藤が来てみたいな感じで流れがいいんよ。まあこれはしゃあない。一塁キャンパスの手前取りました。これで、で、後藤を、結果出せよ後藤。打ちました、これは内野ゴロ。前田掴んだ、一塁送球アウト。まあしゃあないね。チェンジ、6回。いや、いいんよ、アミノがいいんよ。ほんで、これもうちょっとダイソーでアミノのところにまず高橋行きます。東京で、高橋走らせる、いけるか、セーフ、危ない。まだね、2年生1年生が1年生か1年生が走れる選手多いんですけど、どうしてもまだ走力 C やったりとかするから、ちょっとまだね、不安要素はあるんですけども、どんどん積極的にね、使っていきたいと思います。はい、ナイス、しばちゃん確定だ。いや、しばちゃんはね、1番打ってるんですけど、ホームランも全然打てるんで。さあ来たよ、ヒルちゃん。さあ4打数4安打、ここで最後一発打ったらすごいけどね。インコース、インコース、いやいや、お前は、お前は聖夜から主役を奪おうとすな。で、竹下、竹下 A は代打行くわ。熊谷行こうか。一応熊谷がね、転生で頑張ってほしいんですけど、ちょっとね、結構県大会とかも都大会か出しとったんですけど、やっぱあんま打たなくて、なんかちょっとサブ的な役割が強いのかなというところはあるんですけど。で、最後はここは高倉でいきましょう。高倉にね、伸びの必勝分上げなあかんね。今は、ちょっとスプリットが結構落ちるよみたいなピッチャーではあるんですけど、ちょっとコントロールもスタイルもあんまないんで、しっかりとね、1イニングとか1人とかそういうので終盤で点差ついてれば投げさせて経験を詰めたらいいかなっていうような選手ではあるんですよね。なんで今おるね、スーパーサードいけるから、いけるとき出すとか。だから今おる大村と結構ね、アミノがいい感じで1年生で入ってきたんで、ちょそれに比べると
まあ、高倉落ちてしまうんですけども、こっから育ててね、ロマンあるピッチャー、もうロマン世代なんで、ここは。なんで、まあ、まずは、しっかりと柴田が2、あ、柴田2本打ってたんや。あ、そっか、先頭打者ホームラン打ってんな。オッケーオッケー。まずは初戦ね、きっちり勝ってくれました。素晴らしいですね。はい、それでは次2回戦やっていきましょう。はい。C か。ちょっとね、別に、悪くはないんやけど、やっぱ、ちょっと構えるよね、C は。荻野、竹下、大村。ここは、荻野の天才で行って、で、大村で行こうか。網野がまあ普通なんで。で、まあ、結構野手陣はいい感じで信頼度もね、1年生はまだちょっとマックスまで行ってないんですけど、まあその辺はね、しっかりと、打ってくれると思うんで、で、まあ、キャッチャーが、岸野でキャッチャー B 持ってるんで、そこまでね、不安はないんですけど。第2回戦の模様をお届けいたします。さあここで荻野。荻野。マウンド上ピッチャーは長田。大輝。ちょっと耐えたい。流し打ち。ちょっとねこれ表やし、相手が前評判 C というところで侮れないんですよね。ここはしっかりと早いとこね、手堅い点を取ってやっていかないといけない。OK、いいよいいよいいよ、まずはしっかり3点取る。いや、蛭川が今んとこ全打席ヒット出てるんですよね。いや、それが大きいよ。いや、ロマン砲に上げたんが大きい。OK、うまいな、相手。まあまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。荻野、いい当たりでしたが、セカンドゴロに終わった。さあ、ピッチャーがなんとか抑えてる。誰、誰、誰、後藤ホームラン、1年生。うわー、1点返された。いいよ、いいよ。東京。まあ、しっかりと、投打噛み合ってるんじゃない？まあ、何点か取られるのはしゃあないから。いいんやけども、あ、こっから中盤から終盤にかけて誰？鈴木誠也ホームラン。はい、竹下もホームラン。いや、ちょっと待って、蛭川が3打数3安打打ってるんですよね。え、ちょっと待って、セカンドのやつ誰？ああ、なんや、なんか押尾くんか。なんかパッて見た時にめっちゃ顔が濃いから転生かなと思ったら全然違うかった。はい、三振。いいよいいよいいよ、かなりいいよ。いや、ちょっと打とうや、ボギー。これは楽々セーフ、盗塁成功です。いや、流れは抜群よ。別に2失点3失点別に問題ないから。大村、大村は完封するようなピッチャーじゃないから、泥臭く投げていくピッチャーから。いや、これいったね。はい、ナイスバッティング。あー、せいや惜しい。あー、ヒルちゃんここでやったアウトで、岸野もホームラン。いや、だいぶ打ってるよ。ほんでもうこれ最終回まで来たでしょ。もうコールド勝ち寸前やから、まず網野。あー、先に高倉出したよかったか。持ち前の熱血が力を発揮。打ちました、初球。オッケー、柴田うまいよ。で、二遊間が柴田とカジノで、でカジノもね、もともとずっと守備だけメインで鍛えてきとったから大丈夫。でサードの後藤が1年生なんで、まあ、ちょっと不安はあるんですけど、まあまあまあ特にそこまでは問題ないかな。カジノはうまいよ。でカジノがね、いつもなんか勝負になるんよ、投げるのが。それがなんでかな。で最後守備だけ変えるんですけど、荒川、あ、じゃあ外野全部変えていこうか。もう別に大丈夫です、変えても多分大丈夫で。片山がショートか。ショート変えるの嫌やけどな。でこれで1回変える。で守備でまあ、ここでいいわ。で高倉いかそう。で何かあった時に網野が登板できるように外野に置いときます。まあ、1点取られても7点差でまでいけるんで、7点差なんで今8点差あるからね。はい、 OK、 熊谷、はい、OK。 2回戦前評判 C やったんですけども、まあ、ここもしっかりと、コールド勝ちすることができました。打線が好調やってね、ホームランかなり出たんじゃない。はい、後藤誠也、竹下、荻野、岸野と、うん、大丈夫ですね。5本も出たんで、はいはいはい、みんな結構ね、信頼度と弾道も上がってくれたんで、それはだいぶ収穫ですね。
まあ、このままね、あの勢い乗って、次地区大会も勝てるように頑張っていきましょう。はい、それではですね、早速地区大会、1回戦やっていきたいと思います。対戦相手がね、千代田東、今評判し、まあ、前回もなんかやったんじゃないかな。どっかでね、地区大会でやってる。あ、10対0。前も1回戦それね。あ、荒川は、あ、前回前評判 A で来たとこや、前、荒川、去年。それを、今回は、しっかりと10対2コールド勝ちで勝ってると。いや、なかなかこのチームってことは強いのかな？もしかしたら。どう？強い？まあでも結構ね、ピッチャーがいいから、聖夜、昼川、柴田。昼川行きたいんですけど、ここは聖夜で行きます。忘れてはいけない。聖夜が主人公やから。で、大村を先発させて、このオーダーで行きます。結構ね、打順自体は固まってるからね。で、守備も結構うまいし、ちょっとサードだけ穴やけど、まあでも DD あるから、これから鍛えてったら全然いけるし、で別に悪くはないから、問題ないですよね。で、荻野出る。ワンアウトランナー一塁という場面で、聖夜。2年生、関東の稲妻、鈴木。マウンド上ピッチャーは山本。はいはいはい、左打者に弱い。聖夜が結構ね、打ってくれてるんで、よしよしよし。で、4番のヒルちゃんがかなり打ってるからね。あ、ヒット打つ。あ、いきなり2点取る。で、ある程度、まあ、大村も打たれちゃうんですけど、まあ、そこはね、しっかりとうちの強力打線がカバーしてくれるんで。はい、どうだ。あー、これは落とした。ラッキーラッキー。サードいけ。オッケー、ナイス。あー、ヒルちゃんここは三振。ノーアウト1、3塁を点取れないのは痛いけど、カジノが9番でホームラン打つと。さあ、せいや頼むぞ。いや、ナイスバッティング。セカンドもいける。鈴木、一塁蹴って二塁へ。鈴木、いいバッティングを見せました。初安打。いいよ。さあ、ロマホー来たね。さあ、一発いこうか。ロマホー、ホームラン出てないからね、打ってほしいんやけど。よいしょ。いい。アベレージヒッターあるから、意外とこういう安打的なもうまいよね、ヒルちゃん。ここに来て、大村が、お気づきになった方いらっしゃると思うんですけど、今、ノーヒット、ノーランしてるんですよね。まあ、まだでも、言うても5回まで無失点で抑えてるだけなんですけど。さあ、カジノ。カジノがね、意外と率高いんですよね。そんな別に打点とか、そういうのは高いわけじゃないんですけど、率で言えば素晴らしい。これ、あれやな。コールド勝ちしてまうと、これノーヒットノーランとかどうなるん。今6対0でしょ。で、柴田、お前打たんとあかんで、柴田。まあでもね、そのノーヒットノーランを狙うためにあえて打たないとかそういうことは僕しないので。柴田セカンドゴロで2回ヒット打ってんの。惜しい。まあまあまあいいでしょう。スリーアウトチェンジ。オッケー。6回も三者凡退。ほんで多分ね、この回に1点取るとあれなんよね、7回抑えたら終わりなんで、下手しいノーヒットノーランできるよね。おお、ナイスバッティング。せいや出る。でヒルちゃん、さあ、究極のヒルちゃん打ってきていいよ、一発。おお、なんちゅう取り方や。いや、これはどうどうどう。あ、取られる。しょうがないね。で、竹下。竹下打ち方めっちゃかっこいいんやけどね。さあ、これチャンスになる。長い集中。ナイスバッティング。これ帰ってくる。これでもうゴールド勝ちになっちゃうから、いや、ノーヒットノーラン狙うよこれ。ほんで岸野が走る。超スローボール。
岸野もね、あの出してる割には打ってるんですよね。あのなんかちゃんと5割台乗ってるから。あとはこの後藤が別に悪くないのにそんなにね率が高くないんですよね。で走れるからどんどんね塁出てほしいんですよね。さあそして最終回これ見てください。今あーファーボールが2個あるからノーヒットノーランやね。で伝令で褒めまくる。あったあったあった、オッケーいいよ。これで絶好調にして定位置オッケー、あいナイス。あ危ない危ない、お前らちょっと勝負で投げるのやめろ。まあ、エラーやったらまだいけるけど、いいよ、オッケー。これは竹下取れるよ、ナイスキャッチ。これでツーアウト、ランナーありません。ピンチヒッターは原田。さあ最後やぞ、ノーヒットノーランまであと1人。オッケー、センターへの浅いフライ、竹下しっかり取れよ。はい、ノーヒットノーラン。コールド勝ち、東京初戦をものにしました。これ言ってくれないのかな。ノーヒットノーラン達成。あー達成、言ってくるため。まあ参考ですけどね、7回無失点の参考なんですけども、ノーヒットノーラン達成と。いやなかなかやるね。いや久しぶりにノーヒットノーランしたね。なんか一回甲子園の決勝かなんかでノーヒットノーランしたことあるんですけど、それ以来やね。素晴らしい、大村くんヒットゼロ、前評判 C に対してノーヒットノーランしたからね、素晴らしいよ。何も持ってきてないんやね、そういうので。なんか持ってきてくれたらええのにな、せっかくノーヒットノーランしてるんやから。厳しい。はい、それでね、地区大会2回戦やっていくんですけど、その前にね、ちょっとね、ノーヒットノーランの新聞見よう。おー、精密機械大村、7回参考、ノーヒットノーラン達成と。うん、素晴らしいですね。ちょっとね、カラーじゃないのがかわいそうなんですけど。で、最後ね、ここ勝ったら神宮春決定やから。はい。わー、六本木か。前評判 B なんがまだいいんやけど、六本木はね、夏の都大会で劇的に勝ってるんですよ。9対8で勝ってるんですけど、これ延長いってて、で、9回に、1点差で負けてて2アウトで小野寺がホームラン打ってくれて勝ったんですよね。なんでこれかなりきついよ。ただあの時相手がピッチャーを使い切ってくれて、ほんでそのまま勝てたんですよね。はいはい、大村絶好調。え、相手ピッチャー1年生や。お、網野も絶好調、これいいね。これはかなりで、聖夜が注目選手やから、よしお前ら頑張ろう、いけるぞ。で結構ね、世代交代したのか1年生ばっかりやね。あれなんか弱くなったのかな、荒川みたいに。さあまずここはしっかりと勝っていきたいんですけど、 OK、 ファーボール、ヒットファーボールで出る。で聖夜チャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、まあまあそんなに強くはない、ね、続き。あでも打撃が強い。まあ前もそうやったんから。だってピッチャーが、あ、いましたね、丸岡くん。え、中里、高橋、1年生、あ、でも丸岡君おらんの、あれおったよね、あ、おったよね、1年生で出とったもんね。で、君が最後に打たれたよね。あ、1年生ばっかりやから、早めに点取ろう。で、打撃が強いから、乱打戦になる前にコールド勝ちしよう。オッケー、いやー、満塁でヒル打てるか、打てよ。ガツンとドコン。うわお前らこれいっつもせえねん、ノーアウト満塁で打たんやつ。これなんなんほんまに、これおかしいわ。采配させてくれ、ノーアウト満塁やったら。なんか選べさせてほしいよね、ノーアウト満塁やったら。せめてちょっとね、その最初のそれがね、もう低いよ。点取れてない。よっしゃ、カジノ、お前なんかエラー打つな、どないしたんや。熊谷がね、次期ショートの可能性あるんですけど、そこに取られまいとして頑張ってるのかな。いや、まあ、ちょっと頼むからさ、あんま点取られないで。OK、サード後藤はうまいからね。オッケーオッケー、いいよ。まあ、まだ守備はそんなにうまくないけど、送球とかがいいから。
大村がねよう頑張ってるわほんまに。まあ、ランナー二塁背負ってるけど全然あの気合が入ってるもんね。やっぱエースナンバーを渡したくないっていう気持ちがなんか現れてる。ヒル、あ、オッケー。ヒル適当に投げるなお前。スリーアウトチェンジ。え、ちょっと待ってよ。ホームランまたノーヒットノーランしてるよ。オッケー、いいよ。ここでセイヤからここチャンスやぞ。相手ピッチャー1年生やねんからしっかり打てセイヤ。はい、ナイスバッティング。うい、あ、あ、場外飛ばしすぎ。 145m。 大谷君みたいやん。はいはいはい、チャンスまた作る。で岸のまだなんとか5割保ってる。チャンス上げる。転がせつなごう岸のは。いや、この2点でかいよお前ら。でなんて言ったって、まあ、打たれるけど絶対大村がここまでしっかりヒットなしで抑えてるんですよね。え、まだいける、まだいける。お前らこの回あのコールド勝ち仕上げたら2試合連続ノーヒットノーランやで。おー、ナイスバッティング。いや、行こう行こう、8点行こう。これ裏やからあのノーヒットノーラン達成っていうのができないよね。これその場合でも言ってくれるんかな。言ってほしいよね。オッケー、ナイス。せいや、ナイス。帰ってこい帰ってこい。オッケー。さあ、あと4対0やろ。あと3点。ピッチャー変わる、また1年生。え、だってちょっと待って、もう一応確認しとくわ。大村フォアボール4つ出してて98球投げてるけど三振7で被安打0。お前ら頼むぞ、ここから。いや、これはどうだ、ヒル。うーん、惜しい惜しい惜しい。で、竹下。竹下繋いでいこう、アベレージヒッター。あ、惜しい、いけるか、セーフじゃない、セーフセーフ。はい、残念。いや、お前転がせ、ちょっとゴーで怖いけど、それで打って打つ。オッケー、帰ってこい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 。セカンドいける。はい、あと2点、あと2点、あと2点で2試合連続参考ですが7回ノーヒットノーラン。はい、ジョックロックかかる。これ最後言ってほしいよね、ノーヒットノーラン達成って。この場合でも言うのかな。はい、ノーヒットノーラン。さよならホームランやけどノーヒットノーラン、2試合連続。いや、これはなんて言うの、ノーヒットノーラン達成って言ってくれるのかな。コールド勝ち、東京2回戦突破です。後藤一発で蹴りをつけました。そこは言ってくれない、そこは言ってくれないのね、ノーヒットノーラン達成は。いや、言ってほしかったけどね。いや、すごくない？俺初めてかも、2試合連続ノーヒットノーラン。いや、大村やばいよ、ここに来て地区大会ノーヒットノーラン。いや、全国大会決まって、はい、伸び B、 そらなるわ、ノーヒットノーラン2試合連続して。はい、鈴木誠也さん合格打法をいただきました、ありがとうございます。いや、これでかいわ、ノーヒットノーラン2試合連続取らしたらそうなるわ、伸び。ちょっともう俺饒舌になってしまうもん。いやー、これ出だし最高よ。はい、というところでね、ドラフト入って神宮行きたいと思います。はい、というところでね、ドラフト入るんですけど、その前にこれ皆さん見てください。はい、やっぱりね、新聞の一面は、精密機械大村7回参考ノーヒットノーラン達成。これだって2試合連続してるから、こう地区大会ですごくない？しかも前評判 C、 前評判 B をノーヒットノーランしてるから、春の甲子園は確実。いや、もう最高よ大村。いや、ちょっと控え選手は出せなかったけど、もうそんなどうでもいいもんね。いや、素晴らしい、素晴らしすぎてびっくりする。ほんでこのままドラフト会議入っていきましょうというところで、まあダンやね、ダンがどこ行くかね。あー、西武ライオンズキャッチャーで、キャッチャー B のやついいやつ取ったな。千葉ロッテ平野、まあ、いいもんね。東洋カープ安藤、うわ、合格のファーストのいいやつ取ったな。あー、楽天に行ってしまった。あー、飯島一応いけたんやね、プロ。まあ守備うまいからね、ショートで頑張って。
いやーまあまあまあ今かなりねちょっと流れいいんで、いやこの世代もしかしたらかなり強いね。さすがに俺2試合連続神宮ノーヒットノーランっていうのはなかったから、そこはねちょっと驚いたんですけど、でここでいやちょっと待ってちょっと待って、神宮激戦やん、びっくりしたわ。なんでこんな強い、創社学院も強いんよ、岡山や。で、北本も強いし。で、なにわ電工、藤屋だとか、ちょっと強いとこ多いわ。もうどこ行っても一緒や、もう多分。3番ね。いや、いいよ、別に。どこでもいいよ。どこでも来い。いや、ちょっと待って。あわらも井野もおるし、この神宮大会、めちゃくちゃレベル高いやん。こんなにカラフルで綺麗な神宮大会見たことないわ。普通 C とか D とか、神宮ラッキーで D とかおるやん。なんでこんな強くするん。いやーもううちのチームも結構今回強いけど、2試合連続ノーヒットノーランしてるからね。まあやけど頑張るけど、頑張っていくよ。はい、それではね早速1回戦、神宮大会入っていきたいと思います。1回戦が小山がもともとあるんで、まあどっち来るか分かんないですけど、なにわ電工か藤枝高校。なにわ電工ちょっと来てほしいんですけどね。大阪、僕地元大阪なんで、大阪の高校とちょっと戦いたいかなっていうところはあるんで。さあ、早速やっていきましょう。もう火曜日なんで調子が変わっちゃうんでね。さあ、荻野、昼川、聖夜。これ聖夜ですね。あ、藤枝で来ましたね、藤枝。だから、なにわ電工が。え、ちょっと待って、大村不調やん。いや、もうここはね、ごめん、ノーヒットノーラン2日連続し、2試合連続してるんやけど、アミノで行くわ。これができるのがでかい。え、でもね、超ノリノリやったんよ、見る前。で、そっから、いきなり、そこまで落とす？お前らなんかやっとるやろ。ちょっと調子乗らしてるから、ダメですね、つって。それは良くないわ。一丸となっていただきを。さあ、稲妻、鈴木、マウンド上は後藤。いやーちょっと結構強いね。あーでも B か。ここしっかり乗り切って次調子上げて OK、 いいよ。それせいや落ちる。さっきでね広角打法持ってきてるん でうちが表なんで、そこはねしっかりと抑えていきたいんですけど、なんとかせいやの1本しか打ててないんですけど、ここ強振で一発いこうか。なんとかね、アミノが抑えてくれてるんですよね。だ今日大村が不調なんで、ちょっと出しにくいってところがあるんで。後藤、今ヒューアウト。これで2アウト、ランナーありません。これ沈黙したら怖いな。全然打ててないもんね。いや、やばいやばいやばい、全然打ててない。聖夜の1本しか打ててない。初球を打ちました。オッケー、ナイス。一塁へ送る。いやいいね。いやこれでね、いいのが大村もめっちゃいいのに、アミノもめっちゃいいっていうのがいいんですよ。いやマジで負けられないこの戦い。はい、ナイスアミノ。いや、おーい、アミノ。いや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 、アミノそれはあかんで、お前自分で。いや、なんか流れ悪いぞ、流れ悪いぞ。ツーアウトランナー。お前これワンヒットで点入っちゃうやん。低め落とせ、低め。はい、三振。中盤まで終了しまして。いやね、ヒットね打ててないんですよね。聖夜の1本しか打ててないんですよ。いや流し打ちで一発打ってくれ。聖夜起死回生。打ちました。これは。いや打てない。いやマジで珍しいぞこの1本だけって。これでツーアウト。OK、 ここでツーアウト。ただここね、いやまだ走れるやつがいないんよね。初球打った。いや、いけるか。ボールを掴んだ。いやーセカンド投げられた。賢い。いやうちも結構抑えとるんよ、あのフォアボールだけなんよ。フォアボールというかエラーか。オッケー、いいよ。これで昼川もしっかり取ったらんと。いいよ、ここ絶対抑えろ。危ない危ない、もうここで3点取られたら終わりやわ。オッケー、昼川。オッケー、
うん、オッケー。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあこの回、この回岸の出ろ、オッケー、ファーボール。で後藤を、お前はここでチャンスを上げといてセーフティーや。なんで送りバント失敗。浮かすな浮かすな。持ち前の熱血が力を発揮。いやマジでパワーヒッ、熱血上げたいから打て、アミノ。自分で打たない、ゲッツー、マジで。カジノからアベレージヒッターで転がせやな。出ろよ出ろよ。いやマジで1本しか出てないやん、初回のせいやだけ。セカンドから1塁送球、アウト。え、これでワンアウト、ランナーはありません。いやまずカズミ出ろ。打ちました、セカンド左への打球、みんな取った、一塁。いけるか、アウト。間に合いませんでした、アウトです。いややばい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 。天才がさらなる成長を遂げることができるか。いや天才頼む。いやこれどう行く、入れ、行け行け行け、ツーアウトから起死回生。いや遅いんやて、せいや頼む、もう一発行こう。2者連続いけるか、よっこいった、いけいけいけ、はい2者連続勝ち越し、土壇場でナイスバッティング。危ねえ、9回2アウトから2者連続よ。さあ網野行こうや。いいよ、まずここでエラーすんなよお前ら。アミノも自分でエラーしてるけど全然打たれてないからね、言っとくけど。いやこのね、ここ、いやまだ油断できない、まだ油断はできない、しっかり抑えろよ。やばい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 、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ちょっと待って、タイムタイムタイム、すごく励ます、でこれスタミナ調子上がったと、ゲッツーシフトで緩急、オッケーゲッツー、いけるぞ。なんやねんそれ、お前お前ちょっと待って、今のは、今のはトスやろ、頼むぞ。え、危ない、危ない危ない危ない、やめて、本当にやめて。ツーストライク、はい三振。あぶねー、サワンがうなったね。いやいや順調じゃない順調じゃない、めちゃくちゃ危なかったよ。9回2アウトでヒット1本しか打ってないからね、3本しか打ってないからうちで、相手もでもね3本しかヒット打ってないから、危な、9回のこの2本で勝ったよ、奇跡奇跡。いやいやいや、なんか持ってきてもいいんじゃない。いや危なかった、よう勝ったわお前ら、素晴らしい。はい、というところで次2回戦やっていきましょう。はい、おお北本ね、前評判 A。まあでもあれじゃない、なんか S おったんじゃない、あそうそうそう、アバラが S やったけど負けてて、あ、イノは相変わらず上がってきてるね、前評判 S。 まあでもね、しっかりと抑えてくれたんで、そう、アミの自責点ゼロやから十分でしょ。うん、氷度が光る、いや素晴らしいね。しっかりとピッチャー陣が爆発的ないいピッチング見せてくれてるから、さあこっからやで、頑張ろう。蛭川聖也大村、蛭川出てきてくれてるんやけど、ここは聖也でいきましょう。で大村絶好調で網野好調なんで、いや見て2人とも強いでしょねえ、コントロールも A やし、スタミナも B あるし、でこっちはこっちでね伸び B があるんで、いやもうね高倉がもうちょっと頑張ってくれないと、いや須田も微妙にいいんで、須田ももしかしたら投げさせてあげた方がいいかもしれない。この2枚看板結構意外といいかも。ほんまにさっきで大村投げとったら多分打たれとったから多分無理よね。お待たせいたしました、今日は決勝。さあまた投手戦なんの、マジでやめて。関東の稲妻鈴木、マウンド上は佐々木。いや佐々木な、なんか見たわ、さっきな、夏の甲子園でやった時に見たような気がする。
佐々木、お一塁送球、あら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 、あのそれはね痛い目合うよ、うちさっき痛い目あったから。ファーストから三塁送球、東京先制のチャンス、はい1点、そらね痛い目見るでしょ。さあここでまたファーボール、ファーボールでせいや、これ強振でいこうか、せいや、いやーこれはあかんか、掴みました、これでツーアウト、いやーヒルカー打てない、いやちょっと待って、またノーヒットノーランしてるんやけど、どういうこと。さすがにちょっと神宮では無理なの分かってる、しかも前評判 A やから今回はまあ B やけど、さすがにそこまであのうちの大村もすごくないから、もうちょっと点でね援護してあげたいんやけど、せいや打てる、いやでもねあの2回戦かあれやばかったよね、ファーボール、ヒルちゃん、ヒルちゃんちゃんと打ってるやん、さあ究極の思考が一発打ってほしいけどね、あナイスいける、あー惜しい、オッケーオッケーオッケー、オッケー三者凡退、ファーボール、うわーこれファーボールギラでセカンド行かれる、ワンチャン物にされたら嫌やな、外角、うわいけるいける、取って取って取って、ナイスセイヤ、オッケーいいよ、ランナー二塁のまま、それも大きい、ランナーは二塁、ツーアウト、いやお前4番なん、ほんまや、ええピッチャーや、ええバッターや、うわ取れる、うわー抜かれたー、川口一気にホームへ、取ってほしかったけど3試合ぶりにヒット打たれた、惜しいな、さすがに3試合連続ノーヒットノーランは無理でしたね、てかむしろまだ1対1やから、はいはいはい、ここで崩れないのが大村のいいとこなんですよね、はい大村しかも自分でヒット打つと、ほんでカジノが意外と打てるから流し打ちで進塁だ、うまいよ、いけるいけるいける、いいよいいよ、進塁打狙ってたから完璧で、ジョックロックかかるで、強振打ちチャンス上げて流し打ち、なんかね柴ちゃんがねちょっとピリッとしないんですよね、この辺で、さあ昨日同点弾ツーアウトで何してねえ、さあせいや頼むわ、今日打ってないぞお前、ホームラン一発打とう、抜ける、おうまい、くーお前ら守備うまいな、では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います、いや抜け取ったらっていうとこやったんやけど、いやいやお前らうまいわ、いやエラーしたかもサード、ほんでねあの大村の球数やばい、えちょっと待ってやばい、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない、伸びがあるから伸びがあるからやっぱり打ちにくいんやろね、ゲッツー取ろう、ゲッツー、あーゲッツー無理や、1個でいいよ、1個でいいって、1個でいいって、1個でいいって、いやちょっと多いわカジノそれ、あのなんか宮丸、宮丸やつ、宮あわ、宮あやまるやつ、いける、あだってこれでほんまもうチェンジやもん、いやここちょっと点取られたきついよ、8回の裏で、あーナイス、大丈夫大丈夫、オッケー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 、これでね前回アミノやってるから、一塁三塁のピンチでしたが、ここはヒット1本しかあの打たれてないからね、いやアミノナイスなんよ、アミノちゃうわ、ごめんヒルちゃん、いけるぞ走れ、いける走れ、気迫を見せましたがここは及びません、いやもうなんかこの神宮セルな、オッケーナイスー、いや岸野はねちょっとダイソー出せないんですよね、キャッチャー B 持ってるから、で後藤ラッキーボーイ、さあ打ってこいよ1年生、1年生で作ったチャンスしっかりものにしろ、外角高め、ダメだった、大村頼む打って、いや1安打のピッチャー変えれないでしょう、ピッチャー返しセカンド、これはうわー、おおこれ決勝点最悪、あれ
そのままセカンド踏んどったらよかったんじゃない？それでアウトでしょ。かわいそう、ピッチャーも変わるし。あれセカンド踏んだらアウトやのに、それのせいで負けるんやで君たち。アウト、スリーアウトチェンジ。はい、最終回。初球から打ってった。オッケー、カジノ。はい、オッケー。いや、守備はうまいんよね。カジノはうまいんやけど、ちょっと判断能力がちょっと悪い。いや、でもね、あれショート取って、まあ、ファインプレーになるけど、あれで取っとったら、3試合連続ノーヒットノーランの可能性あったからね。いや、ちょっと最強やわ、投手陣。打ちました。はい、1安打完投勝利。いや、もう接戦接戦やけど、もうピッチャーが良すぎる。いや、見事よ本当に。いや、その2回戦の網野も良かったから、もう甲をつけがたい本当に。はい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 、まあ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 、いいですよ、完璧。はい、それでは最後ね、決勝やっていきます。決勝の対戦相手は分からないんですけど、見てください、2対1で勝ってるんで、ピッチャーは防御率大村 1.00 で、網野が0なんですけど、打率が悪すぎる。もう打ってないやつおるもん、普通に。で、せいやも、せいやが一番良くて、せいやとひるちゃんが一番いいんやけど、それでも2割8分しかないから、いやもう2対1の、めちゃめちゃ接戦をものにしてる。まあ、それもね、いいことやねんけどね。あ、今でやっと30連勝ね。前回200で止まったから。え、ちょっと待って、肥後やん。いや、ここ、荻野でいこうか。OK、大村校長、網野が普通やから、ここは大村でいこうか。まあこれでいきましょう。まあなんか転生とか言う、肥後って書いて、確かなんか五って読むんやな、確か多分。なかなかね、結構やってるんですけど、ちゃんと勝ってるんで、まあ問題はないんですけど。お待たせいたしました。一球入魂で頂点へ。さあ熊本ね。クライマックスを迎えます。秋の全国大会決勝。ここしっかり勝っていこう。別にノーヒットノーランなんかもうできないから、線でいいからしっかり打とう。関東のスピードスター荻野、マウンド上は丸尾。ああ、でも結構打撃力強いからしっかりね、塁出て、やっぱ伊野高校の前評判 S 倒してるから、多分そんなにね弱いチームではないと思う。荻野ナイスバッティングです。また投手戦になっとるや。うわー、2点取られた。ちょ、頑張れ、今日は結構打たれてるぞ。まあ、一応神宮決勝やから、まあ、負けたとしても、まあ、今後ねなんかあるとかそういうのではないんで、春の甲子園も決まってるけど、やっぱせっかくね、20連勝まで来てるんで。いや、お前竹下さっき見たけど、お前全く打ってなかったぞ。んや、うっ、 OK、 いける、セーフ。 OKOKOK。で、騎士の、でまずこれ走る。いや、もう騎士のお前ここチャンスで打て、転がせで頼むぞ。いやー、ちょっとマジで打ててないんよね。点が期待できないからきつい。で、後藤が出る、セカンド行く。で、大村ごめん、これ送りバント。いいよいいよいいよ、よう見ろよう見ろよう見ろよ。うまい、うまいね。どな、あ、ファールか。うわー、ツーストライクになってもた。じゃあセンター返し打つんかい。お前わざと失敗したやろ。わざと失敗して打ちたいからっつって。で、カジノ、ここラッキーボーイ。うわー、パワーヒッターか。センター返し一発折り込め。いいよ。いや、ツーツー、ツースリー。しました。いや、抜けたー。中継、東京、オッケー、オッケー。展開しました。カジノタイムリーヒット、東京。
いやお前やねんな、なんか知らんけど全然打ってない。送りバント、うまい、完璧。オッケー。あっつな、送りバントが決まりました。さあ打てよ、おいのチャンス作ったぞ。珍しく送りバントして、おっしゃ、どうだ、これは犠牲フライやな。オッケー。まずしっかり追いつく、いやこういうの大事よ。ほんでせいや、さあ一発いこうや、せいや併殺してるもんね。オッケー、広角打法の鈴木せいやです。ありがとうございます。いやこれよ、これこそうちのチームなんよ、一発構成ね。お前はここはセンター返しでいいよ。まあさっきバントね、いやいや言うたから打たすわ。これは落ちないでしょう。これこそサード行ってほしいんやけどね。センター返し、カジノ頼むで。ピッチャー返し、中がボールを取る。今、まあ、しゃあないな、しゃあない、しゃあない。アウトチェンジ、いいよいいよ。ああこれツーベース。まあただここでツーアウトなんで、ここはね切り替えて、もうランナー無視してしっかりバッターを抑えたい。カジノ、オッケー、はい、オッケー。これでスリーアウト、二塁。柴田出る、やっと出たな柴田。ランナー走る、これは楽々セーフ、盗塁成功で荻野、ここは流し打ちやな。いいよいいよいいよ、これいい、これいい。これでワンアウトランナー三塁で犠牲フライでもいいよせいや。いやむしろ一発、もう一発いこう、2打席連続。いやナイスバッティング、広角打法あるから打球が速い、速い、強振で打たせてるし。鈴木タイムリーツーベースヒット、東京なおもちゃん。さあそして地味にちょこちょこ打ってる男ヒルちゃん、ホームランが出てないんでね、やっぱロマン砲はねホームラン打たないと。打ちました、ちょっと出なかったけど、まあしゃあないね。で竹下、いやお前率めちゃんこ下がったぞ。一時期はね7割あったんですよ、代打で出てた時めっちゃ打っとったんですけどね、なんか今やもう見る影なしになってるんですよね。走る、やっぱね高打率をね保つってなかなか難しいんですよね。ただね村上、ヤクルトの村上やってる時ね、確かね打率5割ぐらいいったんちゃうかな。それがね結構すごいかなと思うんですよね。打率5割ってすごいよ、1年生からずっと出てて打率5割は結構バケモン級や思うんですけどね。決勝に来てやっと打線が打ってくれてる。大村ここ超ファイト、9回はアミロでいこうかなと思ってるんで。いや惜しい、オッケー。いやもうね打たれてはいるんですけど、ツーアウトで回してくれるんで、もうそれはね完璧なんですよね。球数も少ないし、サードから一塁送球、はいオッケー。もうすぐ終わっちゃうもん、ピンチで。柴田ヒ、フォアボール、柴田それでいいよ、ヒットでもなくフォアボールでもいいから、塁にさえ出てくれたらこうやってチャンスになるから。ほんで荻野聖也とつないでいくと、相手バテバテ、荻野一発狙え、落ちるね。これはアイナツバッティング。いや決勝が一番ここ最近で一番余裕。ちょっと待って、大竹耕太郎、ちょっと待って、これ1年生なの？1年生？強っ、阪神の大竹耕太郎、耕太郎やんね。強っ、熊谷と同い年なんや。めちゃくちゃ強くない？
逃げ球牽制リリース球持ち緩急内角攻めゴールピッチャーすごい1年生でこれなんや。さあ大竹対鈴木誠也、さあ一発いっとこい誠也ガツーン阪神の大竹から確定だ。今日2本目。いやちょっとね阪神ファンやからちょっと心境が複雑やけども、まあでもナイスバッティングやね。まあ相手1年生やしね。まあでもこうやって最後ね打撃がかなり湿ったんがみんな結構ヒット打ってくれてるから、まあ、それは嬉しいよね。まあ、しゃあない。アウト、スリーアウトチェンジ。でこんだけ点差ついてくれてるから、まあ、最後大村で行ってもいいんやけど、まずは高倉で1年生。さあ調子を上げてくるか。打った当たりだ。やばい、いける取れる。はい、オッケー、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーありません。ほんでまだ出たことないんやけど、結構須田もいいから須田も行ってみるわ。じゃあ一回持ち前の熱血が力、まあ、打たれたら交代。あ、左のアンダースローなんや。盗塁されやすいやんか。ちょっと嫌だな。打ちました。ピッチャーライナー。オッケー、ナイスキャッチ。あと1人。右バッターボックスは、はい、実際がピッチャーは、ここは何としても抑えたい場面。ちょっと待ってね。熊谷出して高橋も出して聖夜も変えて、であとはまあ片山ええわ、まあ、鈴木もええわ。でここで網野で、さあ最後ねしっかりとあと1人抑えていきましょう。打たれた。あんだけ1年生が抑えとったの。ちょっと絶好調嫌やからすごく励ます使って、まあ能力だけ上げて最終ね抑えていきましょう。はい、しっかり掴んで、いや神宮大会ね、決勝は結構余裕やったんですけど、1回戦2回戦かなり危なかったよね。あ、まあ2回戦準決か、特に初戦なんか1安打しか打ってなくて最終回で打つと、だから最終回に何が起こるかわからない。ほんまこう野球で9回2アウトからってこういうことやね。で聖夜が阪神の大竹からホームラン打ったと。でまあこの試合も2本打ったんで、やっぱ広角打法を持ってきてくれたんで、それがかなり大きいですよね。はい、竹下盗塁 B、 いやそれはでかいわ。うわー、走れる選手になってくれた、それはでかい、素晴らしいですね。はい、ということで今回、第7話になるんですかね、秋の都大会、地区大会、神宮大会とやっていきました。最初ね、都大会、地区大会は結構打線が好調で全てコールド勝ちで、地区大会とかね、六本木義塾とか、千代田東とか強かったんですけども、まさかの大村が2試合連続7回ノーヒットノーランを達成するというような形で、これかなり調子いいくて、神宮大会も余裕で勝てるんじゃないかなって話をしとったんですけども、神宮大会のトーナメント表がきつすぎて、で2回戦ね、初戦藤枝高校やったんですけど、9回まで1安打、9回2アウトまで1安打やったんですけど、で1対0で負け取ったんですけど、最後ね、天才の荻野がホームラン、そして、鈴木誠也がホームラン、2者連続で2対1で勝ったと。でまあそこではね、網野が先発して抑えてくれたんで、もう最高でしたね。で2回戦、準決勝は北本高校、ここもねかなり接戦やったんですけども、2対1で、まあ、大村がね投げてくれて抑えてくれたと。で逆に決勝はね10対2で打線爆発最後はしてくれたんで、だ大村がね防御率 1.59 で、網野が防御率 0.00、 もう完璧よねこの2人で。聖夜が一番打った、まあ最後決勝ね2本も打ってくれたんで4割1分7厘3ホーマー6打点と、まあ、完璧ですよね。でまあ他のバッターがね結構ね意外と率が低くて、まあ2対1で勝ったっていうのもあるんですけども、まあ、ちょっと苦戦したような戦いではあったんですけども、次ね第8話になるんですかね、次はスカウト、そして春の甲子園とやっていくような流れにはなります。まあ、ここでねしっかり秋から冬から春に向けて、
しっかり守備と、打撃も鍛えて、守備結構いいんで、まあ、打撃がさらに強くなって、で投手陣もね、かなりいいような形でなっていったら、春はね結構ねいい感じで勝てていけるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そこはねしっかりと見ていただきたいなと思います。でスカウトはね結構2年連続今の2年生1年生かなりいい選手多いんで、まあ、引き続きねスカウトで、ロマンであったり天才であったりいろんな選手を取っていきたいと思いますんで、またそこも楽しみにしていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。発信はマサでした。